はい、こんばんは。こんばんは。始まりました、アゴラ横浜放送局、 MC の小林です。斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、季節も、はい、もう春終わり、なんか変な季節じゃない？まあ、確かにそうですね。桜も遅かったしね。そうですね、うん、1週間ずれたんですよ、実は。あ、確かに、あの桜祭りの時はまだちょっと咲いてなかった、ね、咲いてなかったし、ね、この間の昨日か、うん、昨日日曜日もまだ咲いてましたよ。あ、そう。うん、大川沿い。へえ、そっかそっか。そうなんです。でも結構ね、今年はなんか変なイメージ。まあちょっと暖かいんだか寒いんだか、ね。寒いんだかよくわかんないし、ね、うん。まあそんな季節なんですけど、はい、今日もですね、素敵なゲストの方にお越しいただいてます。はい、ちょっと紹介しますね。はい、オールドパー PR プロデューサー、はい、加藤京子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オールドパーですよ。オールドパーってあのオールドパーです。あのオールドパーです。ね、ご存知？いや、もちろん。いや、もちろん、もちろん、もちろん。斉藤さん、お酒飲まないんですけど、実は。はい、まあ、飲まないですけど。今はね。今はね。今はね。うん、まあ、いろいろあって飲んじゃうわけないんですけど、けなっちゃっ、はい、オールドパーって言ったら、もう僕の親父からお酒を教わった時もですね。僕もそうです。あのオールドパーでしたね。はい、ですよね。紳士のお酒ですからね。紳士のお酒。やっぱさすが。いや、血筋が。それでは加藤さん、ちょっと自己紹介をしていただければと思うんですけど、はい、はい、まあ、ちょっとこう、ね、一緒に悪いやつみたいな感じです、ね、悪い人たちがこっちにいるみたいになってますけど、はい、まあ、こう楽しい、はい、ライフスタイルを、はいはい、啓蒙する活動を行っていますけれども、はい、でオールドパーという、今、うん、本当にウイスキーブームなんで、はい、ウイスキー のオールドパーの PR をやっております、うん、ただそれだけではなくて、例えば、うん、こういったウェディング雑誌、マザースチュワートウェディングス、はい、こちらですね、はい、あっちですね、はい、これが日本に今度、うん、上陸、初上陸するので、はいはい、なんかこういう雑誌 のライフスタイル雑誌としての、はい、導入のお手伝いをしたりとか。なるほど。とにかくいろんなお酒食に限らず、うんうん、素敵なライフスタイルを、うん、広めていくというような活動を行ってます、はいはいはい、オールドパーに関しては例えばこういう雑誌で、うん、はい、あ、おしゃれ、はい、おしゃれ、もう親父のお酒っていうだけではなく、うん、はい、素敵な紳士のお酒でもあるんですけれども、はい、普通にお家で、うん、なんかホームパーティーとかでもハイボールを、でもオールドパー、馴染んだオールドパーとちょっとパッケージが違いますね。さすが、うん、さすが気づきましたね、うん、はい、これはちょっと新しいオールドパーなんです。お、シルバーと言いまして、シルバーって書いてある、はい、はい、秋山出てますね、はい、なんか段取りいいね段取りいいね、すごいよね。さすがアゴラさんですね。もう昔のねボトルデザインとか、うん、これ佇まいはそのままに、うん、はい、よく12年っていうね、はい、熟成されたものを、はい、定番なので、はい、お見になったと思うんですけれども、はい、シルバーというのは年数が入ってません、ノンエイジなので、非常に現代の方たちのライフスタイルにぴったりで、もっとカジュアルに普段いいものを飲みましょう、はい、普段いい石鹸を例えば使うとか、はい、普段飲みなんで、普段飲みに、うんうん、いいものをっていう、ちょっとお値段もちょっと抑えて、ちょっと抑えて、はい、はい、まあ、毎日飲もうと思えば飲めるお値段で、はい、特にハイボールとして今ね、うん、飲む方たちが増えてるので、そういう味わいにも非常に向いてるので、はい、ぜひお試しいただきたいなと思います。そうですよね、うん、今本当に若い子たちはハイボールですよ。そうなんだ、だいたいソーダ割りが多いですよね、うん、そうですね、うん、でちょっと今啓蒙活動をさらに飛躍させたいなと思ってるのが、うん、はい、ハイボールって一食たに言いましても、うんうん、いろいろありますよね。でちょっといいものを求めたいなという方たちに、うん、ハイボールの中でもウイスキーをちょっといいものにしましょうという、はい、せっかくだったら正統派のスコッチウイスキー、うん、でブレンデッド、うん、ブレンデッドの方がシングルモルトよりも非常に何にでも合わせやすいので、うん、はい、毎日のこう和食とか、うん、日本人の食生活に非常に合ってるので、うん、そういった意味でもこのシルバーがおすすめです。で、もう一個、はいはい、ちょっと最近、はい、ソーダストリームという、ソーダストリーム、はい、自分でシュッてソーダ作る機械、はい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 、あります、あります、お持ちじゃないですか、はい、炭酸の、そう、はい、ポンプみたいに入れて、さすがですね、はいはい、大人の男性ですね。ちょっといいものにこだわると、はい、ソーダもこだわりたくなるんですよね、はいはい、なるほど、うん、なのであれ
あのソーダストリームで作った出来たての炭酸と合わせたら美味しそうじゃありませんか。うまそうだね、それでね、はい、なのでうまいんだな。ウイスキーにもこだわってお水にもこだわって、だけど手に入らないものじゃない、はい、あのこんなね、あの雲の上のものじゃない、ものじゃないですね、はい、ただちょっと贅沢にしても町は当たらないでしょうというような、うん、あのちょっとのライフスタイルをアップしていく、そんな商品なので、なんか宣伝っぽくなっちゃいました。いや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 、それお仕事じゃないですか。それお仕事じゃないですか。はい、それは本当にあの、うん、お酒が実は飲めなかったですね、私は。うん、あ、そうなんですか。そうなんです。それで いいですか。すげえ飲みそう。そう、僕もそう。いやだからもうなんか似てる感じですね。そしたら。なんかあっちで笑ってる人が、はい。あの本当に飲めなかったので、はい、あのただいいものは、うん、やっぱり。あの食べ物もそうですけどね、はい、あのいいものは食べられる、うん、例えばこんにゃくが嫌いとか言っても、あ、美味しいの食べられるなとかあるじゃないですか。でお酒も美味しいものだったら、あ、なんか体が受け入れるな、うんうんうん、あと飲み方もあのアクセサリーとか、うん、ね、なんかいろんなものをこう自分でスタイリングするのと同じように、こんな時にこれを飲んだらやっぱりいいなとか、飲む順番とか、はいはい、何に合わせて、そういうスタイリングが面白いなと、うん、おしゃれ思い始めたら、それをあの自分の生活にたくさん飲めないけど、うん、コース分解酵素が足りない、うん、ね、あの民族なんで、はいはいはい、うん、ですけど楽しくたしなむことはできるので、うん、あ、私もお酒が飲めるんだということを、うん、あの知りました、ええ、で文化もあのいろんな歴史もあって、すごく、はい、あの文化としても楽しいし、うん、あの日本にもね、あの日本酒の文化だったり、はい、いろいろありますけれども、はい、それを知ると知らないとではやっぱり日々の生活が全く、うん、味気のないものになってしまうので、あの今もう伝道師として、はいはい、早く皆さんにその、うん、あの取り入れて、はい、僕飲めないんですよっていう人もちょっとこう飲んでみたらっていう、うん、そうですね、こういう時にこういうふうに飲んでみたらっていうことを、あのいろんな形で、うん、はい、あの伝授したいなと思って。そうですよね。でもいい、こういう素敵な先輩が教えるのが大事。そうだよ。そうなんですけどね。大事です。いや、ただやっぱね、僕も一つすごい気がかりなことがあって、はい、今若い子って、うん、なんかあんまり飲まなくなっちゃってるんですよ。実は、うん、あの飲み方が、うん、まあまあ学生の頃とか、まあ僕らもそんな無茶な飲み方ね、うん、安いお酒でわわやってましたけど、うん、例えばサラリーマンで30代ぐらいで、うん、って言うと。あんまりね、いいお酒、そのまんまの逃れみたいなイメージがあるんです、うん、僕の中でね、うん、だから僕なんかが、うん、まあ、今赤田さんおっしゃるように、ね、うん、飲み方を教えなきゃいけない、うん、例えばバーとかっていった時に、うん、例えばね、こういう、うん、なんていうの、雰囲気の中でこうやって飲んだら美味しいんだよとか、うん、まあ飲む順番もあるよね、うん、まあまあそれはお寿司屋さんと一緒で好きに飲めばいいよって言われるんだけど、うん、でもなんかこうシチュエーションとかでさ、なんか自分になんか決まったらなんかちょっとご褒美でいいお酒飲もうとかさ、うん、なんかあるじゃない、そういう、うん、それこそだから生活がちょっと豊かになるような、うんうん、わわわやってるだけじゃなくてね、ちょっとこうふっとこう一人で、うん、クールダウンみたいにするときには、うん、まあ、本当はこう少しとかこうロックでこうコロコロみたいなのが一番僕はなんか次のにこう自分と向き合える向けるというか、なんだろう、それすげえかっこいいな、そういう、うん、そういう作用もありますよね、うん、お酒にあのみんなで分かち合って楽しむっていうのもありますけど、はい、一人でなんかこう自分に正直になれる、はい、あのがちょっとウイスキーの魅力かもしれないですね、はい、なんかとっても時間を大切にできる、うん、あの時なのかもしれないね、うん、そういう例えばこうオールドパーとか飲んでる時って、うん、こうその時間をすごく大切にできるような気もするね、うんうんうん、いいな、時間とともにすごくあの、そうですよね、あの心の中に染み込んでくるお酒、うん、あ、実は先日あのオールドパーと私みたいな、うん、あの思い出を、うん、あのまあ、文章にして、はい、あの応募してくださいっていう、そういうあ、そういうのやったんですね、新聞でやったんですけど、千通も来ましてね、うわすごいなんかやっぱそれぐらい本当にちゃんと手書きでいるのが多くて、でも懐かしのなんかこう資料とかも一緒に、うん、もうその人それぞれのねなんかこう歴史があって、うん、なんかあの大切な人との思い出とともになんか温度感わかるっていうのがなんかすごくあの掘り下げて、はいはい、自分のことを思い自分がどうしてここに今こうあるのかとか、うんうんうん、そういったことを思いながら、うん、あの今
飲んでくださってるのかなと思って、ね、なんか面白い、うん、手書きが多かったっておっしゃってるのは、うんうんうん、なんかオールドパーを飲まれてる方、ね、年代層が、うん、年代層っていうかなんかその、うん、その手書きの手書きにも多分意味があると思うんですよね、うんうん、で手書きにするねそうそうそう、うんうん、なんか自分のお気に入りの万年筆で手書きされてるとかそうだと思いますのがそのオールドパーを飲まれてる方々なのかなとっていう、うん、おしゃれだよね、おしゃれだよね、うん、いや僕思うんだけど、なんだろう、こう、はい、本当に、まあ、悪いとは言わないんだけど、居酒屋さんとかでさ、はいはい、例えば飲み放題2500円とかで飲んでる子たちいるじゃない、うんまあ、まあ、それはそれでもありなんだけど、なんかね、そのさっき言った一人になって、うん、こうちょっと時間を買うじゃないけど、うんいいね、その時間をね、大切にするとなんかいいような気がするんですよ。まあ、フレンチとかはさ、赤ワインとかさ、うん、って言うけど、うん、フレンチにも合いそうな感じだよね。さっきのそのハイボールというか、はい、そのソーダ割りは、うんはい、そのシルバーのやつはフレンチとかにも合うんですか？フレンチでも全然合いますよ。すはい、それ自体もさ、ええ、その、うん、詳しく聞こうと思えば聞けんじゃないの？あ、先週のね。あれ？あれ？あれ？先週来ていただいた横浜を代表する、牽引する、ええ、素敵なフレンチレストラン、はい、ありましたね。はい、なんかねあったと思うんですけど、はい、あそこで飲んだことありますよ私、ええ、オールドパー。やっぱり。あ、そうですか。はい、でもそういう時は、うん、そういう時は12って書いてある方がいいのかね。だからほら実際ほらフレンスパリとか行ったことないからどういう飲み方をされてるか分かんないと思うんだけど。まあちょっと聞いてみましょうか、ね。マナさんちょっとせっかくちょっと来ていただいたんで。ちょっと尋問します、ね。はい。どうですかそのフレンチとの相性っていうのは。いやいやどうぞ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 。カモンカモン。どうぞどうぞ。ちょっと新しい形。無茶ぶりで。どうぞ。ちょっとおかけください。どうですか。はい、どうですかフレンチとの相性っていうか。飲み方が僕はおすすめが実はあってですね、うん、ほいほいベンチの時なんだろうそれ、ソーダ割りだけじゃなくて、うんええ、トワイスアップっていう飲み方もトワイスアップちょっと粋な、うん、そうなんです。でそのプロですね。そうオールドパーとお水を同割りで飲ませるやつなんですけど、うんうん、あれが僕は結構一番おすすめをした飲み方でフレンチに結構合う。そうなんですね。さすがですね。シェフじゃないけど。シェフじゃないけど。フランス行ったことないけど。はい。あれは食中で僕はすごくおすすめで、うん、ソーダアップしているいや、うんうん、ハイボールっていうのは、うんうんまあ、最初にこうカペリティブみたいな感じで、うんうん、考え方で僕はちょっとリフレッシュするから、うんうん、で考えて。てるので、さすがプロの、さすがですね。分かってますね。突然すいませんなんか。大丈夫ですか。でもなんか本当ハイボールにすると、はい、シャンパンの代わりにもなりますよね。最初に香りも立ちますから、まあ。もちろんシャンパンも好きなんですけど、うん、ちょっと今日は違う気分だなとか、うん、今日の、うん、メンバーを見ると、はい、ちょっとあんまりシャンパンじゃない感じだななんて時は、うん、やっぱりでもちゃんとおしゃれに。いやおしゃれでしょ、はい。今日シャンパンじゃなくてっていう感じで出てきた。いいハイボール、オールドちょっとしないみたいな。うん、なんか昔の貴族とかね、うん、イギリスの貴族たちとか、はい、最初はもちろんストレートとかトワイスアップで飲んでたと思うんですけども、うんうんはい、19世紀ぐらいになってくるとちょっと若い貴族たちがちょっとおしゃれな飲み方、うん、カクテルとかが流行ってきてるから、はいはいはい、でソーダで割るっていうのはちょっとカクテルみたいな考え方で、みんな最初はそんな感じだったんですかね。そうそうそう、すごい先端を行く飲み方、うん、だったらしいんです。だからこう華やかな気分に、ねうん、泡立ちがなれるので、うんはい、それは本当にアペリティブとしていいと思う。で、もう本当にプロがおっしゃるように、うんうね、食中はいろんな飲み方で楽しまれるといいと思います。うん、で僕はもうそれをおすすめします。まあフランス行ったことないとかさ、いろいろ言われちゃってるけど、もう一度ご紹介いたしましょうか。はい、はいはい、どうぞ。はい、ルサロンドレギュームのオーナーで、フランスには行ったことないんですけど野菜を中心したフレンチをじゃあ行ったことないわ、もう行きました。最近やっと行ったって、ね、南の方に、はい、パリはスルーしましたけど、はいはい、まだシェフじゃなくオーナーで す、パリはまだ未経験でございます、はい、でもすごい素敵なお店ですよね、ありがとうございます。行ったことないのにね、デザインも素晴らしい、デザインも素晴らしい、ドア入らなかったドアね、
買い付けたという言って言ってるんですけど、それはあの国内で日本で買い付けておりますよね。はい、フランスには行っております。横浜ってすごく、うん、ハイカラな、ね、なんかこう、うん、外国みたいな気分に、はい、させてくれる、はい、の街だと思うんですけど、うん、彼のお店は本当に、うん、場所柄もね、ちょうど、はい、そうですよね、バンコク橋、海岸通り、はい、海岸通りの、昔本当にそこの通りに、ね、はい、外国の商店とか並んでた、はい、あの通りにすごくこう異国旅したような気分になれるすごい素敵なお店なんで、あれなんだね、きっとね、旅したと思っちゃったんだね。そうですね、そうですね、行ったつもりでもうもはやね、多分ね、ずっと言われるよそれ。そうそう、オールドパンの話戻っていいですか。2週連チャンで僕のところを紹介して、まあそう、心の底から嬉しいんですけど、こちらのお店に行けば飲めます、ね、飲めます、そうですね、はい、はい、都度用意しております。そうそう、フレンチレストランでも飲める、はい、っていうのが、はい、そうですね、はい、そうですね、あとはまあ、うちなんかはグラスもね、こだわりますから、うん、あ、やっぱ飲み口で、また自分の話に持ってて、オールドパー、オールドパー、オールドパーってやっぱりグラスだとか、うん、そのグラスにもこだわりたいなって気はしますよね、うんうん、あ、そうですね、うん、ただね、男の方も手も大きいし、うん、こうロックグラスが似合うと思うんですけど、うん、はい、女子は似合わないし、うん、重いんですよね。だから私とかはやっぱちょっとこうテイスティング用のこうチューリップグラスとか、あと、まあ、ワイングラスとかの方が、はい、持って綺麗に見えるし、味もすごくこう香りが広がって、はい、実は、まあ、男性でも、はい、こうワイングラスで飲まれても素敵ですよ。飲み方も ね、 ちょっと、ね、はい、一つだけじゃないですね、はい、男の方意外とその辺ロイヤルなんでずっと同じ、そんな感じですね、なんか浮気しない、ロスで、はい、浮気はするけど、いやいや浮気しないです。急に汗が吹き出します。お酒に関しては割と一筋な方が多いですね、多いんですけど、はい、ちょっとバリエーション で、うん、で自分だけっていうよりはその一緒に来た方に違う飲み方をお勧めしたり、はい、僕はこれだよだけど君にはこういうのっていうのもなんかかっこいいですね、かっこいいですね、はい、ちょっと待って、なんで飲めないんだろう、それやってじゃない感じ、そうですよね、大人の飲み方かなって思うので、うんうん、やっぱそういうなんかこう飲み方だったり、うん、こうスマートにやりたいですね、はい、それがスッと出てくるようになりたいですね、うん、そうそう、できれば、そういうことができる若者だったら、うん、いい大人になれると思うんですよね、そうですよね、うん、逆に小林さんぐらいだったらそれがスッとできなきゃいけないんだよ、うん、きっと できてますよ、ね、いや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 、そんなことないんですよ。だから本当は小林さんは後輩に教えて教え、そうなの、本当はそうなんですよね、だから自分がもっとちゃんとこういうふうにしなきゃいけないなと思うんですけど、うん、どうしてもこう一人のそういう時はインの世界に入っちゃうんですよね。なんかちょっと辛いことがある、辛いとか、そうなんです、いろいろあるんですよ。そういう時にこうコロンコロンってやりたいんですよね、まあ、慰めてくれますからね、そうですよね、はい、そうなんですよ、だんだん加藤ワールドに入ってきたよ。やばいやばい、でさっき聞いたんですけど、歴史、あ、はい、ね、オールドパンの歴史、はい、日本に入ってきたのが大体どのぐらいっていうね話あったじゃないですか、うんうんうん、はい、まあでも大体本当にこう西洋文化が入ってきた、はい、頃だと思っていただければいいです、はい、だからすごく多分横浜とは相性のいいというか、はい、うん、西洋文化をどんどん取り入れたいと、ね、はい、日本人が思って、うん、負けないようにというか、はい、野蛮人だと見られないようにっていう、はい、そんな時に入ってきたものが、ブレンデッドスコーチウイスキー、はい、でその中でもやっぱりこう、うん、品質の高いものがオールドパーだった、うん、はい、まあ何年何年っていうそういう、うん、はっきりした記録はない、ないですね、ないんですけれども、はいはい、まあ、西洋文化が入ってきた頃と思っていただければ、うん、だいたい開港当時ぐらいじゃないですかね、うん、はい、150年以上、うん、だいたいそのぐらいの、まあ、歴史があるんじゃないかというぐらい、すごいですよね、うん、そう考えると、でも、まあ、そうやって昔から入ってきて、うん、未だに飲んでいただけてるっていうのが、はい、でボトルの形も変わらないですよね、変わらないので、はい、そこも変わらないものってやっぱりいいですよね、うん、建物とかもそうだし、うん、なんかこう自分が生まれた時代じゃなくても、うん、なんか懐かしい、だって僕ら多分、うん、ね、斉藤さんなんかと僕らは同世代で、うん、親父のその、うんうん、なんかとっておきみたいのに棚に入ってたイメージが、うん、オールドパーとかありますよ、ええ、俺オールドパーはね、はい、こう
こう背伸びしていいバーに行った時に、はい、何注文してか分かんなかった、うん、最初とかね困っちゃってこうかっこつけて行っちゃったもんだけど、はい、でもそこにこう並んでる中で親父に教わったオールドパーがあると、うんうん、ホットオールドパーあったこれだこれだって頼んだっていう記憶がオールドパーにはあって、でもやっぱもう本当親しんでるよね、うん、お酒の中では多分、うん、いい酒イコールオールドパーだったよね、うん、僕らの時代はね、嬉しいじゃないですか、うんうん、必ずありましたもん、あったね、棚にこう、あったね、こうガラスのこう開く棚に置いてあったんで、真ん中にドーンとこれ見逃しに置いてあったような気がしますね、それを覚えてる。せっかくなので形だけじゃなくて、はい、もう一つワンポイント、はい、あのガラスがとちょっとこうギザギザしてる、ギザギザしてる、ちょっと割れたような感じの、はいはいはい、あれはですね、なんだと思います、なんですかあれちょっとなんかメロンみたいな感じで、はいはい、マスクメロンみたいな感じでね、あれはですね、実はガラスっていうのがまだ普及してなかった頃には、ほうほう、うん、ここですね、はい、あの陶器、陶器ウイスキーって入ってたんですって、うんうん、だからその頃のあの、はい、なんてこうくる、はいはい、ちょっとひび割れ模様っていうのが、はいはい、ちょっと釉薬出てね、はい、でそのなんか古き良き時代っていうのを、あのガラスにも映してみたっていう、ただのつるっとしたガラスだって作れるわけなんですけど、やっぱり古いものをリスペクトする、あの長く続くものを、あのリスペクトするっていう、そういうあの現れのデザインなんですね。あともう一個ちょっと男性には面白いネタで、あの、あの上おじいちゃまの、あ、はいはいはい、写真、はい、はい、こちらトーマスパーさんという、うん、あの一応実在した人物、はいはい、しかも152歳まで、もちろん伝説です、ね、はい、ある意味伝説なんですけれども、ただ実在の人物で152歳と、あの言われていたんです、で、あまりにもそんなに長生きする方当時ね、いらっしゃらなかったんで、王様がそんな珍しい人がいるんだということで、あの一躍有名人になってしまい、はい、あのロンドンに呼び寄せて、はい、あのおもてなしをしたっていう、へえ、元気で長生きしたらしいです。なんかこれちょっとあの僕のバーで、はい、言うよ、いや絶対言うと思う絶対使わせてもらいます、はい、このボトルに書いてあるこのおじさんはねって喋るよね絶対多分喋ると絶対喋る、実はね152歳まで一緒に言われるんだよっていうね、あとこのボトルとかの、ね、デザインとね、あともう一つちょっと斜めに立つっていう、あ、はい、こうね、あのこう、なんていうの、角でね、角で、はい、あれも、まあ、わざわざそのようにデザインしたわけではないんですけど、うん、やってみたら立っちゃった、うん、まあ、そういったところがね、あの右肩上がりとか、はいはい、あの決して倒れないとか、うん、やっぱり男性のこう、ね、そうですね、心をくすぐる、はいはい、あの俺もまだいけるっていうね、なんかそういう、うん、このように行きたいなっていう、うん、そういう弦を担ぐっていうのもありますけれども、はい、まあ、あらゆる意味でなんかやはり男性を勇気づけてくれるというか、そういうお酒ですね。ただ女性にも楽しめる、うん、あのとてもエレガントな、はい、バランスの取れた味わいなので、うん、あの私もウイスキー飲めるようになりました、オールドパーで。そうですよね、はい、でもさ、あのこのオールドパーってこう思い入れが僕らある世代じゃないですか。これは例えば PR プロデューサーの方がね、うん、例えば加藤さんみたいな人じゃなくて、うんうん、なんだかもっとちょっと若いね、なんかこう駆け出しのね、うん、人がやってたとしたら、うん、説得力ないじゃん。加藤ね。加藤さんのこういうキャラクターがおしゃれだもんね。そうそう。うん、こうキャラクターがね、うん、あのその説得力もあるし、うん、なんかあいいなっていうふうに思わせる、うん、まあ、そういう人がプロデューサーで俺よかったなってちょっと思って、ね。ありがとうございます。いや本当にこうライフスタイルをこうかっこよくして、うん、そう。まあ実際かっこよくそうそう。生きてそうな方なので、生きてそうってそういう言い方が、そう、多分かっこよく生きてらっしゃるんだと思うんですよね。かっこいい人が言ってくんないと説得力ない。そんなイメージ。なのでお二人にちゃんとやっぱり。そうだよ。お願いします。わかりました。僕はちょっと勉強して。大丈夫大丈夫か。ただ連れてってください。ちょっとあの館内。はい。館内の方のおしゃれなバーに。吉田町もいっぱいおしゃれなバーに。吉田町ですね。はい。その辺あまり知らないんで。はい。おそらくこのお店にも置くと思います。おそらく。あの向こう側の人は。明日仕入れると思います。明日。よろしくお願いいたします。あの実はですね、この番組もあとそろそろ締めろっていうふうに言われてるんですけど、ああこの番組最後にですね、はい、そのゲストの方と、まあ、うん、
横浜についてをちょっと語っていただきたいなというのがあるんですね。なんで最後加藤さんの思われる横浜ってどうだよとかどうしたいねとかってちょっと一言あれば。はい、はい、あの先週ニューヨークに行ってきたんですけれども、はいはい、うん、このマーサスチュアートウェディングスの、はいはい、あのお仕事で行ってきたんですけど、ニューヨークに行ってみてなんかあの心地よいなって思った、うん、あのなんか物騒なとかいろいろねテロとかイメージがありますけど、うん、はい、なんか心地いいな、なぜなのかなと思ったらそれはね、あの建物が、はい、あの古い建物が非常にたくさん残されていて、そういう中にいるとたとえあのすごく忙しい現代であっても、うん、なんか心の拠り所というか包まれてる感じがするのかなと思って、うんうん、それがちょっとね横浜に通じるものを、なんかやっぱり横浜を、まあ、私横浜育ちなので、うん、なあのまあ、新しくなってしまうところもあるけれども、うん、やはり古いものがかなり生かされている、うん、土地じゃないかなと思うんですね、うん、そうするとこうなんか歴史を感じるし、うん、なんかあの駅とかにもね、はい、昔の写真とかがね、うん、あれとっても好きなんですけども、港未来線の、港未来線の、はい、あこんな人たちがやっぱり横浜をね支えてきたんだろうななんてこう人と人とのつながり、うん、あの歴史的な、うん、まあ、このオールドパーもそうですけれども、うん、なんかこう おじいちゃんが飲んでたとか、うん、そういったこうなんか人の歴史みたいなのを感じさせる街っていうのは、うん、とても魅力的だと思うんで、うん、横浜のそのいい面、うん、横浜にしかないっていうとちょっと他の土地に申し訳ないけれども、うん、なんかすごくその辺は横浜らしさ、うん、だったそうですね、らしさっていうのがありますよね、うん、あと、うん、ちょっと長くなってごめんなさい。私の父はあのニッキーっていう、はいはいはい、あの横浜にあるニッキー、はい、そこでずっと働いていて、アルジェリアとかのアフリカの方のプラントの仕事を していて、ほとんど日本にあまりなかったりしたんですけれども、なんかそういう関係もあるのか、私自身もやっぱり外国、海外にとても、うんうん、興味を持って、はい、ずっと今生きてきてるんですけれども、なんかそれも横浜らしいかな、うんうんうん、日本も大好きだけれども海外に対するこうなんかいろんな興味とか思いとか、はい、取り入れようとか、はい、そういった気持ちもとても強いのも横浜の特徴じゃないかなと思います。そうですよね、やっぱこういうウイスキーなんかにしてもやっぱり、うんうん、多分バーの発祥が横浜にあるんですよね。そうなんですよね、はいはい、なんで多分そう入れ、うん、まあ、受け入れるというか、うん、入ってきた西洋文化入ってきたら多分横浜、うん、結構早い方だと思うので、はい、まあ気質に、うん、合ってらっしゃるんですよね、加藤さんとかもね、はい、横浜でよかったね、よかったっていういや、なんかやっぱりそういう、うん、なんですかね、やっぱ古いものを残しながら、うん、まあ、あとはもうこう、うん、いろいろ受け入れながら、そう、受け入れ、はい、そう、寛容な、なところですよね、うん、まあ、その辺もやっぱり僕らもね、うん、そういうのを大切にして、うん、まあ、生きてって、かっこいいおじさんたちに、うん、さらにならないと、はい、いけないですね。ぜひ、あ、このこと、そうね、そうね、そう、この辺の世代が僕らを見て、そうそうそう、あ、かっこいいおじさんたちだなと思ってくれればありがたい。思ってくれないとダメだけど、思われるようになんなきゃいけない。なんなきゃいけないでしょ。だから、そう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 、思われるようになんなきゃいけないよねって話。でもオールドカーのプロデューサーが、うん、こんなかっこいい人ですから、うん、なんか頑張れるね、俺らもね。ね、俺らもね、うん、頑張りましょう。はい。テストします。やってた、やばい、怖い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 、ちょっと始めますか。はい、はい、ということでお時間です、本日もですね、素敵なお話どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それでは、本日ゲストはですねオールドパーの PR プロデューサー加藤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。